2名で和室の部屋に泊まりでございます。部屋も暖房が入れてあってあったかいですね。こんなとこから寝巻き、お茶、ここなんだ、あ、ここは単なる布団の置き場ですね。テレビがあって掛け軸、冷蔵庫はスイッチオン、コップとかありまして、ケトルがあって、それ暖房ね。で、鏡台があって、ここにユニットバスがつくんですね。大浴場もあるんですよね。あ、面白いですね。これなかなかうまい具合に作りましたね。こんな感じで中はリニューアルっていうかね、綺麗になってますね。まあ眺望はこんな感じですね。はい、ということで、ホテル、厚岸駅前のホテルゴミさんという店のかなだと思うんですが、その和室のお部屋でございました。